どうも、しょうえです。ってことでですね、どしどしやっていきたいと思います。今回はフレームスローワーというね、火炎放射器があるので、それをやっていきたいところでございますけど、使っていきたいところですけどね。ミッションとしてはトラップドクリーチャーということで、エイリアンをどっかに、閉じ込めるということを、さっきっていうかね、前回話してましたけど、ウェイツが、クリーチャーを閉じ込めるプランがあるようだと。トラックイッターンっていうのはどういうことだろう。 Systec Spire and Isolated。 まあ、なんかどっかの場所をロックダウンすると同時にあいつを閉じ込めちゃおうということだと思いますけれども、こっちにも行ってないね。ちょっと調べ物してきます。特に何も、あったね、アイテム。なんか作れるものあんのかな。もうちょっと、確認させてください。ですよ、ノイズメーカーも作れるね。こういうのうまく使っていけっちゅうこった。それを使ってないから苦しんでると私は理解をしてるんですけれどもうまくね、使えないことも多いですね。でもね、ランダムにエイリアンがポコポコ出てきちゃったりするとどうしようもないちゅうことでですね、まだ作れるやつある。スタンバトンがね、ちょっと私にはよくわからないんですけれども、これもなんかリロードとかしなきゃいけないのかな。あ、電池切り替えてる。あ、やっぱりそういうことだったんだね。なんかね、バッテリーのマークが表示されてるからおかしいなと思ってたんですよ。パイプボムはどんな塩梅で。あ、パイプボムを作れるんじゃないの。やった、パイプボムが作れる。じゃ、パイプボム使ってエイリアン対戦することが可能ですね。2個目も突入できるよ、これ。多分強いと思うんだ。倒すことはね、多分できない。倒したらゲーム終わっちゃうと思うんだね。なんで、スモークボムね、スモークボムはアイテムがないので作れません。ノイズメーカーとかも作れません。リボルバーの弾も少ないし、そうね。じゃあ、これぐらいでいいのかな？もう使うものも、フラッシュ版もこれしかない。じゃあアイテム結構手に入ったんじゃないの。スモークボム、これとこれね。じゃあもうこれで終わりですね。 OK。 じゃあね、フレームスローワーってこれを使ってやっていきたいと思います、今回は。ちゅうことでですね、セーブポイントがそこで、そこに行け、ロレンツシステック、スパイアというところに行きましょうということなのですが、エイリアンさんがいらっしゃるっちゅうことでしょうな、この音は。ここら辺も調べてった方がいいの？特に何もないみたいだけど。ここでいろいろ見てたわけね。見てる様子はないね、でも。まさかここにエイリアンは出てこないだろうという、まあ予想でございますけれども。どっちだこれ、向こうに行かなきゃいけないのか。ん？だね。はいはいはい。この人たちは、特に何もしてくれ。すごいね、なんか、格好が。ガリムザで、すっごい見られてる。何これ？パスコードリクワイアド。違うのか。閉じといた方がいいんじゃないの？そんな気がするんだけど。いいね、これ。ちょっとぜひエイリアンにかましてあげたいっていうところですけど、アップデートマップがどれぐらい効果があるのかわかんないけど、あ、向こう側にもエリアあるね。行った方がいいのかな。なんかまた後で来ることになりそうだから、とりあえずほっときますね。うん、行ってるかい、リプリー。リカルドが先に行ってるって。サミュエルをアンドロイドプロセッシングの手伝いに行かせてる。サミュエルはそれに賛成してんの？やるって言ったのかい。俺は忙しいし、彼は技術者だからってことかな。
我々だけがね、ここにいることになってるから。あのね、あのファッカーをぶっ殺せばあのいいのよって言ってますけど、やらなきゃいけないことはね、ここじゃないのかな、まさか。あれ、なんかマップが変わったぞ。どこから来たんだっけ、向こうから来たんだっけ。あ、ここか、こっちですね。ここにはエイリアンがいないってこと。これもデバイスインバリッド。またモンスターってかって、あの人間の敵が来たりすることはあるのかな。とりあえず誰かが先に行ってるみたいなので、ちょっとここで一回セーブ。よし、とりあえずこまめにセーブしとかないと、やっぱり大幅に戻されることになるとね、相当ショックなので。ここでいいのかな。あっち逆、ここここね、はいよ。じゃあトランジットで動きたいと思います。さあ誰か出てきたりする。特に出てこない。とりあえずね、このフレームスローワーがどれぐらい効果が高いのかが気になるところですけど、先ほどお伝えした通りね、エイリアンを殺してしまうとゲームが多分終わってしまうので、まあ撃退するにとどめるっていう感じの威力だと思いますけれども、これで掴まれて死ぬってことは少なくなるのかな。どうなんだろう。結構時間かかるんで、一度カットしようかな。乗って、そうですね、ここで一回カットします。さて、また再開していきたいと思います。武器が変わってる、勝手に。やめてちょうだい。どっちが開くのかな。よし。ということでですね、ここは大丈夫なのかな。システックスパイアに来たわって。あ、お前のいるエリアのね、システムが起動か稼働してないっていうかね、異常があるってことを分かってるから気をつけてねって言ってますが、セーブをしてですよ。エイリアンはそんな早く、お、揺れてんのか。あ、揺れてんね。エイリアン何匹いるんですかね。多分1匹しかいないと思うんですよ、私の予想だと。お、 No weapon allowed っていうことで、どっちに行けばいいのこれ。そっちじゃないみたいだけど、うわー、歩いてる。あー、また何が起こった、何が起こった。ちょっと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 、何何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 、大爆発、びっくりした。ちょっと何何何何、フォローミープリーズだって。え、ちょっと待って、ちょっとフォローミープリーズじゃねえよお前。お前フォローミープリーズじゃねえよお前。ちょっと痛い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 、燃えてる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 、びっくりしたびっくりした。ちょっと待ってよ、炎の中からいきなりフォローミープリーズ。お、まさかこの展開でエイリアンが出てくるとか。大丈夫か、ちょっと待ってね。とりあえず一回入ろう。それでですよ、これは上につながってる。アイテムとかはないみたいですね。ちょっと待ってください。ロケーツとアクティベートファイアサプレッションシステムってことは、消火しないといけないってことだと思います。ちょっと待って。で、エイリアンが出てくると困るんですけど。おう。エイリアンもいるし、下は火事ということで、多分こっちに行かなきゃいけないんじゃないの？ね、丸がそっちについてますもんね。炎に触ると多分燃えてしまうと思うので、いやー、怖い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 。ちょっと待って、こっちでいいのか？いやー、どうなんだろう。ここぐるっと回って、すごい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 。ビリビリいってる。ちょっと待って、どこ？どこ？これ、すごい、音も、これか、これか、これか。どうやらこれでいいみたいだ。
でも全然関係ないところにいるみたいなんですけど、よいしょ、エイリアン来んのかな、来ないと願う。ユーズレバー、ホールド LT で LS ダウン、 OK。 これでここに繋がってんの。このステーションどうなってんだよって。あー、ここの閉鎖に伴うね、システムがあのシャットダウンされてるせいで、まあフォーリングパートって壊れかけてるんだよって言ってますけど、多分破棄される直前のステーションなのかな、ここは。ちょっとエイリアンさんもいらっしゃることですし、こっちいいのかな、 OK。 エイリアンが出てきたらこれとりあえず一回使ってみたいんですけど、その前にセーブポイントの近くで使いたいですね。え、あれは味方なの、先に行かせてるって言ってたけど、武器は持ってないね。でもね、ここ一度来たとこですよね。あれは敵なのかな、ちょっと燃やしてみます。あ、何もしてこないね。あ、OKOKOK、 何が爆発したかって。うん、クリーチャーがね近くにいるから静かにしようよって感じか。この人たちは先に行ってもらって、この人たちどこに行くの。あ、行けない、あ、行けないんだ。ゲットとサーバーハブって言ってる。ここ俺も行かせてよ。あ、しまっていっちゃった一緒に行動しようよ。ちょっと心もとないです。どうやって行くんだあれは。トゥシーゴンコミュニケーションズではないから、多分上に行かなきゃいけないのか、こっち行かなきゃいけないのかな。これでもエイリアン探知されるんですかね。プラズマトーチが必要だって。まあエイリアンのエリアなんでしょうな、この感じは。多分上ですね。そうするとこれ一番最初にエイリアンが来たとこだと思いますけど、怖いね。どうやって閉じ込めるつもりだ、ウェイツって。ドレッジドアップガスジャント、スパイアっていう何かが、その多分この施設の一部だと思うんですけど、このガス惑星からなんかその化学物質を吸い上げてるらしいんですね。で、その部分が、セキュリティなんかパイラシーなんとかって言ってたから、多分海賊なんか窃盗に合わないように、厳重になってるね、システムがあるから、それを全部オフにするとベントも何もかも閉まるよということみたいですけど、やっぱこっちだね多分ね。ここは多分1回来てるよね。怖いよ、エイリアンさんがいっぱい足音についてきてるね、完全に。これね、やると、このゲームやるときはぜひね、ヘッドセットをつけてやってください。もうエイリアンの恐怖が迫りくる恐怖がすごいですよ。下はもういいや、見なくて。そこは弁当でしょ。エントランスは死んでる。ターミナルを使えって、ドアを開けるために。いきなり降ってきたりするとすごい困るんですよね。多分ここだと思いますね。やっぱりそのパソコンで開けろってことですね。あ、よかった、セーブポイントある。とりあえず一回セーブしておきます。よし、サクサク行く回と結構エイリアンが活発に来る回がやっぱりね、そのミッションによって違うんでしょうね。一番難しいのはやっぱ人間と同時に出てきちゃうとこは難しいですね。 These people have been told Sevastopol due for the scrap pit。 これは関係ないかな。ドアコントロール、これだね。で、これでそこが開いたはず、開いたね。ロックダウンシステムを初期化してるセキュリティドアに近づかなきゃいけないみたいですね。ああ、なるほど。
白札ステアウェルだって。まずどこだ、階段を全部なんか止めなさいって。いけねえ、ステアウェルってなんだろう、階段じゃないか。あ、それってお友達なのかな。ちょっと目の色を確認。あ、白だね、多分お友達だ。この人が多分お手伝いロボットを派遣したとは言ってたんで、多分それだと思うんですけど、ちょ、音が怖い、音が怖い。どうすれば、やっぱ右に行かなきゃいけないみたいだね。まずこっちの、ああ、やっぱ階段でいいのかな。なんか、シールオフしなさいって、あ、あったあった。このね、お手伝いロボットの足音にも惹かれるんじゃないかなと思うんだけど、あのエイリアンの木がね、どうなの、下なのかな、上なのかな。迷子になりましたって迷子ではないんだけど、エイリアンが怖いんですフラッシュライト、あ、これ重要だね。やっぱり拾えるんですね、このね、燃料だと思います。これから多様に活躍していただく武器なので、多分。よいしょ、トゥー、アップデートマップ。なるべく音立てないで行きたいとこですけど、多分ね、アンドロイドの足音とかでも来ちゃうと思うんですよね。どこなんだろう。走れないし、怖い怖い、怖い怖い。エイリアンは、ああいう穴からね、天井の穴からポンポコ出てくるので、どこだろう？こっちなのかな？でも、ここから出なきゃ。あ、あった！あれ？あの緑のやつじゃない？これはどういう部屋なんだ？いるね。近くを歩いてらっしゃる。とりあえず、イニシエイトロックダウン、ホールドはこれで、LS を右にしろ。はいよ、 OK。 じゃあこれで1個閉まった、1つ閉めたわって言ってるけど、ここから出てくんじゃないの。構える？大丈夫みたい。あのサーバーでは何かすることあるのかな。あんまりこういうオープンなスペースで見たくないんですよね。特に何もすることがなければ、いや、もういいや、エラーだから。よし、で次はシールオフだステアウェルって、やっぱその階段みたいなやつなんだね。でびっくりマークがついてる、びっくりマークがついてるってことはだよ、何かあるんじゃないの。ちょっと待って、どこ？この階じゃない可能性もありますね。これ？あー、なんか違うっぽいな。多分関係、上の階かなんかなんじゃないの？ないもんね。あ、アイテム？センサー。静かに行きましょう。またロボットくんがいる。なんかボソボソ喋ってるけどちょっと静かにしていただけますかね。アンドロイドに戦わせてみたいっていうのもあるんですけど、どうなんだろう。なに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 、だからさ、ちょっと無駄にビビらすのやめて。グッデイだって、そんなもん。地獄ですよ地獄。こっち行けばいいのかな。ここはなんだ。あ、あった、もう一つ。何すればいいんですかって。あなたちょっとエイリアン倒してきてよよし、
アップデートマップ、うわ超近い、近いんじゃないのこれ。じゃあこれでロックダウンしちゃいましょう。よいしょ、はいよ。サプライの多分倉庫みたいなところ。うわーちょっとこういうとこから出てきたら困るんだけど、またそれで、あそこにもあるね。ちょっと一応見ておきます。走らなければね、多分あんまり不要に出てくることはないと思うんですけど。 It took high and I couldn't do anything stop it。 何の話をしてるんだ。スカベンジング、前も見たな、なんかスカベンジングって。で次はまだか、まだまだあるんですね。ちょっと待って、ロックダウン、サーバーハブ、サーバーハブの受付コリドーってか通路を塞げって言ってますね。なんか暗くなっちゃった。あそこにいる。でどこだろう、向こうってことはここ、あここね。じゃあオーバーライドしましょう。ちょっとこの間はちょっと勘弁していただきますエリアさん。はい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 。でこれで最後の1個も終わり。なんかやってくれてるね。何、え来たね、どっか来たね。どこにいんのかな。いるな、どっか歩いてるぞ多分。あれそこにいる、まさか。リプリーに繋いでくれって。リセプションデスクの前に、あ、いる人が。マジかい、マジかい。戦闘準備、燃えろ。逃げてった、逃げてったよ、逃げてったよ。効果はあったみたい、効果はあったみたいだけど絶対戻ってくると思うんだ俺。ダメ、シールオフ、消えた、脅威は消えたみたい。効果ありますね。またどっかからヒュッて出てくるんじゃないの。とりあえずちょっと一回入ってこの場をやり過ごす。上歩いてんな、いるね奥に。あれはアンドロイドか。あ、いる、あ、いた、復讐しに戻ってきた。静かにしてるよ俺、静かにしてますけど、静かにしてますけど。もう早くどっか行ってくれ。いやまだいるね。解放者役に立つね、追っ払うことはできるんだ。でもこの感じを見るとすぐまたやってくるんだろうね。いる、あーまた入ってきた。もうちょっとやめてよ、もう毎回撃退するのもちょっと燃料を持たないので多分。探してる、あーよかったよかったよかった、これでやり過ごせばいいのかね。ってことはまた出てくる可能性は十分考えられますね。いいねその人、なんか安全そうで。サミュエルかな、わかんない、技師の人でしょ。スクラップ OK。 じゃあ何か何かを始めるためにターミナルで操作しろって言ってたんで、コード、違うな、バイパスプログラム、これか、7789ね。セレクトで、これで7789入れんじゃないの。ハイライツ7789、トランスミッション、ちょっと待って、これも聞いといた方がいいのかな。あ、これこいつがランサムか。
こいつがリンガードを脅した人ですね、多分。うわ、来ちゃった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 。ちょっと、気づかれてない？気づかれてない？おら！また去って、ちょっとさ、仕事させてよ、ちょっと。ああ、何の話してるか全然わからないけど。入ってきちゃうんだね、やっぱね。でも対抗する術ができたのはいいね。見つかってもこれで撃てば、とりあえず命は助かるってこと？で、入ってっちゃって、さっさとやった方がいいのか。うわー、あれ見た。もう、やめてよ。一回やり過ごさないと多分ダメだと思うんですよ、これ。ちょっと一回、まあ、あ、入ってったね。入っていったね。よし。じゃあ、とりあえず一回やり過ごして、なんかまだやらなきゃいけないことがあると思うんだ。もうちょっと来すぎだからちょっと。どっか行けよ、お前。逃げて行ったぞ。あれ？逃げて行かないの？ちょっと待って。どうすりゃいいんだこれ。大丈夫なのこれで。結構楽になったぞ。これか、イニシエイトロックダウン。ロックダウン、オッケー。サーバーファーム。おいおい、また来んのかお前。大丈夫？ロックダウンでサーバーファームだって。ここね、サーバールーム。サーバーファームってどこ？違うな、多分。こっち？ん？違うな。やっぱこっちか。ハワイユじゃないよ、あんた。また来るな、多分。サーバーファームのそ内側から、シャットダウンシステムを起動できるって。で、シャットダウンした後は逃げ道を確保するからよろしくねって言われましたけど、とりあえず来ないのかな？大丈夫そう？じゃあこれでちょびちょび、ちょっとリロードしておきますか。リロードできない？これリロードってどうすんの？あー、こうやってやるのね。OK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 。これ超便利だぞ。あ、セーブポイント。よかったよかったよかった。29分になっちゃったよ、もう。ちょっとここで一回切ります。また次の動画でお会いしましょう。失礼します。